幻夜は、東野慶吾の推理小説。修営者、週刊プレイボーイ2001年ナンバーワン Q20 号から2003年ナンバーワン6号に連載され、過失訂正された後に2004年1月26日に修営者より単行本として刊行された。また、2007年3月25日には修営者文庫版が刊行されている。 ベストセラーになったミステリー長編、白夜光の姉妹作とも言える作品である。連作短編として連載されていたが、単行本は長編に構成し直して刊行された。作品は2004年に第131回直き35章にノミネートされたが受賞を一した。発行部数は2010年10月の時点で100万部に迫る勢い。 ワウワウのドラマ W 枠で連続ドラマ化され、2010年11月21日から翌年の1月16日まで放送された。1995年の阪神、淡路大震災に始まり、地下鉄、サリン事件等を経て2000年1月1日までの現実と虚構を織り混ぜて物語は進む。父の艶の翌朝に起きた大地震後に、 借金返済を強いていたおじを殺害してしまう、水原雅也ふと気づくと、そばには見知らぬ女が、深海みふゆと名乗る彼女に犯行を見られたのか、雅也には確信が持てない。やがて、震災が取り持つ奇妙な縁で、みふゆと雅也は、まるで共存するように助け合いながら生きていくことになるのだった。その後、二人は震災を忘れるかのように、希望を抱き上京する。 しかし彼らの行く先々で事件と陰謀がうごめいていくのであった。やがて刑事、加藤渡るが奇妙な偶然に気づき、東野警護幻夜は東野警護による同盟の推理小説を原作としたテレビドラマ。2010年11月21日より2011年1月16日までワウワウの連続ドラマ W 枠で放送された。ドラマ化にあたっては、 設定が一部変更されている。震災は東海地方で発生した設定で、新海冬美と水原雅也の出身地は愛知県にある架空の都市相場市となっている。主演は深田京子、塚本隆史、共演は柴田京平、ほか、ドラマは2011年3月にポニーキャニオンより DVD 化された。ありがとうございます。